ではそれはアイドルでいいと思うんですけれども、本人的にはずっとアイドルでっていうふうには思ってないと思います。こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日はゼロ子さんがいるということで。今日は誰を、今日は誰を、ご好評につき、はい、キンプリオさんをあげたじゃないですか。コメントと回転してまして、はい、ぜひお二人もうならってほしいというご要望があり、ぜひともよろしくお願いいたします。かしこまりました。粛々といや、そうですね、はい、まずじゃああれですね、永瀬廉さんですね。永瀬廉さんは六星占術でいうと金星人マイナス、うん、金星人マイナスっぽいんじゃないですか。金星人っていうのはこう現代的なセンス、またもう先見の目を持っているお方が多いんですね、まあ、要は流行に敏感な方が多いという感じなんですけど、このなんかおしゃれ番長と言われてたっていうことがありますから、まさにこう金星人っぽい要素があるなっていうふうに思いますね。おしゃれなんですか、金星人。金星人は割とファッショナブルな人多いですね。流行っていうこともありますし、なんかこうトレンドとかを常時こう気にしてたりとかっていうことがありますので、何かこうポイントでうまく入れたりとか、そういう使い方ができるのも金星人は多くいらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、そういう性質をお持ちですから、おしゃれ番長って言われるのも納得だなというふうに思いますね。キーマさんもあれですか、香織さんの事務所のおしゃれ番長ですか。いや、オシャレ番長はこちら、こちら、なんで番長と名が付くのは全てこちら。私は仕事ですからもうね。いやだけど大子さんも意外となんか今これが流行ってますとか、うん、そういうの大好きよね。これ新作らしいですよみたいな、この色もあるらしいですよとかっていうのが送られてくるんですよ、うん、好きだなとか思いながらね。買えないけど、ね、なんかいろいろ教えてくれるんですよ。まあなんかそういう意味でもね、そういうところにこう目がいってね、自分でもこううまく取り入れられてるのかなっていうふうにちょっと想像しました、うん、今年の運気はですね、なんと12年に一度来る目的達成のとても良い年だったと思います。グループ自体ではね、いろいろなことがありましたけれども、すごく個人的にはいい1年だったんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、あとあれですね、この5人から2人になって、皆さんファンの方はなんかこうメンタルとかもね心配されてるっていうお話があったみたいなんですけども、金星人はすごくこう明るくポジティブですから、まあいろいろな、例えば嫌なことがあっても悪いことがあっても、それを気持ちをこう切り替えていい方向に向けていくっていうこともできる星人でありますので、いろんなことを乗り越えながら、そして嫌なことも良きことに変えてですね、さらにバージョンアップしていけるんではないかなというふうに思います。やはりあのジャニーズに入賞した時、2011年4月に入賞されてるんですけれども、この時も目的達成の年なんですね。素晴らしい年にお母様が内緒で履歴書を送られて、オーディションを経て入賞されたということですから、そういういい時にこのジャニーズに入って、今の段階では残ろうというようなご決断もされて、そしてまたここでしばらくご活躍されるんじゃないかなというふうに思います。キンプリとして結成された年もですね、2015年安定といういい年に結成されています。その後大学進学ですとか、キンプリとして CD シングルデビューとかっていうのあるんですけど、この時はやはりちょっと大作会の時でしたので、まあ、なかなかいろいろプライベートとお仕事とっていうことがとても大変だったんではないかなというふうにも思います。ただし、まあ、新たにこの種をまく種子の時、2019年の時ですね、映画初主演ということも獲得してらっしゃいますし、そこからは基盤にいろいろ2021年も主演映画をやられていたりですとか、それもこう立夏といって、今まで良き種をまいて育てて花を咲かせるっていうとてもいい時期でありましたので、まあ、この運気通りにいい方向に展開されていたんじゃないかなと思います。ただ3人が脱退されて退所されたっていう発表があったのが、ご自身が小作家の見着という時ですので、まあ、なんとなくまあそれに対して自分でもダメージを受けたりですとかっていうようなことはおそらくあったと思います。しかし、まあ、それをこう切り替えてですね、今年に2023は達成ですので、前向きに進んでいっていただけるんではないかというふうに思いますね。実際アイドルとして出てるじゃないですか、うん、でも今ドラマとかもいろいろ出られてて、うんうん、アイドルと俳優ってどちらが向いてるんですか。やっぱり若い時はそれはアイドルでいいと思うんですけれども、本人的にはずっとアイドルでっていうふうには思ってないと思います。
このジャニーズにいる中でもアイドルとしてというよりかは自分が役者だったりとかそういうようなことの力をそこでつけようというふうにお考えなんじゃないかなというふうに思いますね。一回仕事したことありますけど、めちゃくちゃいい人でしたよ。衝撃受けるぐらい、なんて素敵な笑顔でスタッフと話せるんだって。すごいいい子だった。え、じゃあもう眩しいって感じですか？いや、眩しかったもん。俺本人言っちゃいましたもん。めちゃくちゃかっこいいっすねって打ち合わせ終わりで一番最後に。珍しいですね。あんまり褒めない人ですから、この方は。そうね、本当。そういう、こう、人の中心、輪の中心にいるのも金星人の特徴でもありますから、人としての魅力っていうものが自然にこう出せる、そういう性質なんじゃないかなっていうふうに思いますね。そういう自分がなりたい自分っていうのが割とこう明確になってるのが金星人ですから、そこに向けて努力を重ねてね、いかれるんじゃないかなというふうに思います。まあ皆さんはきっとね、まあ恋愛結婚こちらが気になるんでしょうね。六星的には24から33この間にあると思います。もう入ってるじゃないですか、だから33歳までにそういうことがあるんじゃないかなと思います、応援しよう。はい。そういうことがあったら祝福してあげましょうと思いますよ、今年は達成ですけれども、来年は中作界の乱期といって、ちょっと精神的ダメージだったりっていうのを起こしやすい時期です。周りの人との関係性とかっていうことはちょっと注意が必要です。来年は少しちょっと人間関係含め、今までの自分そのままではなくて、少しこう注意しながら関わっていくっていうことが必要になってくると思います。再来年からはとてもいい、またいろんなことをこうチャレンジしていったりとか、今年何かうまく達成できなかったことっていうのをこうチャレンジしていくにとても適している時でありますので、そういう時にどんどん精力的に活動していってほしいなというふうに思います。その後また3年経ちまして、だから今が24歳ですから、29歳からは大作界に入ります。大作界3年間の間っていうのは大きく環境を変えたりですとかっていうことをしない方がいい時期ですので、もし万が一にもまた事務所を変えるとか仕事を変えるとか大きなということは29歳までのうちにですね、行動しておくっていうことが大切になってきますね。結婚も29、30、31っていうところはちょっと避けた方がいいですね。高橋海人さんは六星占術で言えば火星人マイナスです。超マイペースですね。で、独自の世界観センスっていうのを持ってらっしゃる。特に芸術的センスっていうのは抜群ですので、そういうものを生かした仕事に就いたりっていうのはとてもいいんですね。で、特にダンサーとかこの火星人向いてますので、パフォーマンスするにあたっては秀でた能力っていうのを発揮されてたんじゃないかなと思います。特に人に自分の気持ちを心を開いて全開に誰にでもして行動するっていうことが苦手なんですね。その分こうちょっと人に誤解されやすかったりっていう部分もありますのでね、しっかり言葉にして自分の思いを伝えていくっていうことが大切なんじゃないかなと思います。ジャニーズで初めて少女漫画デビューをされてるんですけど、そちらの才能もあるんですか？やっぱりありますよ。それもある意味芸術じゃないですか、だから絵を描いたりですとか、火星人はフォトグラファーだったりとか、すごいそういうの向いてるんですよね。例えば写真ね、そういうものが趣味だったり、絵を描くとか趣味だったり、それがまた仕事になったり財になったりするっていうのも火星人の特徴でありますので、そういうところももしご自身がお好きで伸ばしていこうということであれば、力を入れてみるのはすごくいいと思います。今年2023年の運気は再開といって、とてもいい時期。今までできなかったことっていうのをこう再びチャレンジしたり、物事をこう動かしていくにはとてもいい時期ですので、2人になって再スタートするにはとてもいい時期ですね。なんでお二人とも達成と再開という、ジャニーズに残られたお二人っていうのはとても幸運期のスタートとなりますので、協力し合いながらうまく進めていくっていうことが必要だと思います。どっちも自由を求めるっていうところはすごく似てますので、あまりこう束縛し合わない、干渉し合わないっていう、ある程度のこう距離感を保ちつつやられるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。こちらもですね、2013年7月にジャニーズに入所されてるんですけれども、安定といってとてもいい時期に入所されてます。前回もお話ししましたけれども、やっぱりみんなここで脱退された方っていうのはあまりいい時期に入所されてないんですね。ですが、この残ったお二人はとてもいい時期に入所されてるんですよ。なんでこの結果もまさにうなずけるかなというふうには思います。2015年にね、期間限定ユニットで選ばれた時は大作界の真ん中停止なんですよね。そしてミスター
キングとして活動を続けられたこの2016年も時代作家最後の年の検体ということになります。なんとなくご自身でも自分が思うようなパフォーマンスが発揮できなかったり、もうちょっとこうだったんじゃなかったかなっていうようなことが残ってたりっていうようなことはあったんじゃなかろうかなというふうに思います。先ほど言ってたその漫画家デビューした時っていうのは緑星といって、すごくこの先これを慎重に大切に育てていく、またそうした結果それが伸びていくっていう年でありますので、とてもいい時期にそういうようなことを手掛けられたんではないかなと思いますね。高橋君の今期ですね、本来であれば29歳までに仕事においてもプライベートにおいてもしっかり目を下ろすことがとても大切になってくるんですね。29歳ぐらいまでに相手がいたらいいかなとは思うんですが、この時期っていうのは火星人のマイペースさがさらに出てしまう、要は相手の気持ちをしっかり察してあげることができなかったりですとかっていう時期にもなるので、ちょっと29歳までは難しいかなと思います。結婚するであろうというのは30歳からでしょうね。ちょっと安心ですね、はい、ちょっとスパンが、はい、やはり27歳から3年間大作家に入りますので、火星人は特に幸運期の時に結婚しないと後々離婚とかそういう異性とのトラブルに発展しやすいっていうことが出てきやすいので、今ここ数年でですね、何かもしっていうことがあってそれを加速して結婚まで行ってしまうといい結果を残せないっていうことになってしまいますので、結婚は30歳から39歳までの間にされるといいんじゃないかなと思います。相性はいいんですけど、どっちも自分というものをしっかり持ってる人なんですよ。でこれをあんまりこう踏み込みすぎてしまうとうまくいかなくなってしまいます。ですからやっぱり程よいこの距離感っていうものを保ちつつっていうことが大切になってくると思います。2人になったからすごいこうコミュニケーションを取り合ってうまくやらなきゃいけないっていう気持ちがこう強すぎて、あまりお互いのプライベートだったり奥にまで入り込みすぎてしまうとちょっとうまくいかないような結果になってしまいますので、仕事は仕事、プライベートはプライベートっていうところで一定のこう距離感を保ちつつ関わっていくっていう方がいいと思いますね。今までこう誰か知られたじゃないですか、グループって、はい、完全に2人になっちゃうと、うん、間に誰かが入るってことないじゃないですか。なんかこう、うん、揉めた時とかって どうすればいいんですか。どっちが折れるとかあるんですか、うん、あ、どっちが折れた方がいいかっていうのは、はい、七瀬くんです。意外と高橋さんの方はすごくこうプライドも高いので簡単に折れるタイプではないですね、うん、なのでうまく永瀬さんの方がこうちょっと軽やかに歩み寄って、うんうん、高橋さんの心を解きほぐすっていう役割をしていただきたいな。もしもですね、万が一ですよ、ね、そうということで今日はキンプリのお二人を占ってみました。いかがだったでしょうか。ぜひねこれからも二人で切磋琢磨しながらご活躍されることを願っています。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。